4戦オールで一旦逆転のところまで来ました。菅原手配はドラのペイ1枚、統一が3組メンツはありません。なんちゃの松本もドラのペイ1枚メンツなし、ドラミゴもドラのペイ1枚、ただシアチでシアが統一、赤ウピンは嬉しい。そしてヒサとなんか右の方1球児配揃えてきましたね、はい、なんか大吾さんが一番軽そうですけどね。そうですね、4社見比べると確かに、ただシャアはドラ表示牌にも1枚見えてしまっています。次に出たシャアで決断を下さなくてはいけませんが、なんだか全然泣かなさそうな気がするのは私だけですか。泣かなそうですね。お、意見合いました。もともと面前泣かずにどっしり構えるタイプの打ち手ではありますよね、はい、見た目通りですよね。確かになんか見た目通りの方と、はい、お、見た目と全然違うなという方両方いらっしゃいますよね、麻雀って。ちょっとコメントしないですけど僕は全然タイはないんですけれどもまあ久藤選手とかも見た目通りかなっていう感じはしますかね、うん、そうね、あ、ドラ行きましたね、はい。菅原もここはねグッと前に出ます。ドラをまだ手放さない大吾、うん、2枚切れのドラ、ちょっと3色がベストだったんでしょうけどね、3色は崩れましたけど、過去はだいぶ整ったぞ、うん、さあ、そして菅原がもうイーシャンテン、気づけばただ赤ウソが出てく形でしたかね。久田はちょっとここは受け重視になってくるか。菅原頭を固定するなら赤ウソ切りもあるんでしょうか。おお、欲張りますか、ね、赤使いたいっていうことですか。お、こっちで固定した。うーん、すごいね。サブローピンは場に2枚見えていたか、もう極端に薄いわけではないですよね。そうですね、まあなんかね、ドラ1より、1枚引いた、1枚引いた、あ、これシャンポンじゃないですか、3アンコウじゃないですかね。つもり3アンコウに取るか、赤を絶対使うか、半数層にしました。そしてこの数層山に1枚です。3枚使われています。いやでもこれ積もったらすごいね。うん、これは絶対オリジナルの上がりになります。局面を大きく転換させる上がりになるかもしれない。親のリーチが入っています。大吾が、ね、お、地風のシャアアンコになった。解説石橋さんだったらね、絶対赤ウソを切ってっておっしゃってたかもしれないですよね。タラレバの話をするとウーピン、あー、ウーピンいましたね。本当だ、石橋さんだったらつぼり3アンコ、赤ウソを切って三蔵お待ちですからね。そして大吾追いついた、ロー9枚待ちです。バニ9枚3枚見えてるところ、アンコのシャアから1枚切っていきました。ロー9枚山に2枚、関数層山に1枚、喜んでいきたいリーチではないですけど、展望状況から言ってね、行かざるを得ない感じではありますよね。数層が山からなくなった。菅原ここからちょっときついか、掴まなければ勝ちの戦いになってしまった。大吾さんは負けなしリーチですか。はい、ただ打ってる本人は全然そんなことは分かりません。決死のリーチをかけました。積もった、噛み締める。1200は1200、リーチ積もるか、1200の2本場、1200、2200、ただ強卓が大量についてきます。2着まで行った、2着まで行きました。ギリギリですけれども2着まで行きました。大吾ひろし一撃決めたこれは松本さんなかなか時間がないね。2着争いが激しすぎるね。松本は4着で迎えました。何の4局の親番です。ドラは9ピン。さあ各選手、目標地点は定まったか。下とはもちろん逃げ切り、松本は上がり続けるだけ。大吾は上を目指すには羽根マンツも足りない。ここは2着キープか。菅原は絶対2着になりたいですね。そうですね、トップまではちょっと遠い。羽根マン積もっても足りません。
2400点を埋める戦い、まずは馬風の難を統一にしました菅原です。ただ松本、ここ早そう。親リーチいけるか。第5は三面茶の形ある。さとは逃げ切りたいが、場合によっては自ら上がりに行くとかもあるんでしょうか。まあ、なくはないですけど、ただ2着争いがこれだけ激しくなるとね、安全、親の安全度だけはキープしながらの進行にはなりますよね。親も放獣したらもう天柱がひっくり返るかもしれませんね。ちょっと言葉悪いですけど、何やってるか分かんない状況になりますからね、それやっちゃうとね。それだけは避けたい。さすがわらが馬風の難をポン、まずは役をつけます。とりあえず300、500で同点ですか。300、500積も上がって同点ですね。1400点差縮まります。最低限あれ、ちずちゃん三色になってますね。泣いて仕上げていく、どうでしょうね。できればあんまり手配狭めたくないですけど、松本さんに対して安全度キープできるんであれば仕掛けやすいですけどね。このあたり久里の手の進め方も見ていきたいところ。第5はもう単位かな。とりあえず2着で終わると、本日フェニックス2002着でフィニッシュですね。そうですね、2連勝と2002着のチームがあるということですね。となると他2チームはきついですね。まあまあ今日の1日で通ったことはないですけどもね、泣いた菅原。現状確定している役は何のみです、はい、ただ松本さんのリーチが飛んできそうなんで、2フールしちゃうと菅原さんもね、リーチボー出ると上がれば2着ですから、もう全面対決になるんでしょうねきっと。松本は4着目絶対来る親ですよね。テンパイ、イースマン、はい、これはツモ直だけだと思うので、現状これ上がんないと思う。上がった、上がりますか。1000点上がりました。4着の危機を回避した、4着もきついってことですか、2着3着3着4着、ね、20ポイント差ですからね、ここは菅原出どころは選ばず、最後は3着角4着を回避しました。長いシーズン考えると冷静かもしれないですね、さあそしてここもしっかりトップ持ち帰ります。ファイトクラブ、ありがとうございました。一礼して第2試合終了です。